しかし、いろいろ分かってきたな。うん、新一さんのスケッチブックのこととか、メガネのことだね。ああ、これでスケッチブックの呪いについては説明がつくし、新一さんが、その、盗みを働いていたなら、屋敷の呪いについても解決だ。メガネのかけらは、新一さんの死に第三者が関わっていた証拠にもなる。新一さんが、信じられないけど。親しかったのか？ううん。ただ、新一さんって、なんていうか気が小さくて、ひろみさんに完全に尻に敷かれてたじゃない？そんな人が、簡単に泥棒するなんて。まだ確認できてないから断言はできないよ。ただそういう性格だからこそ簡単に追い詰められる人だっていると思う。じゃあ、パパは新一さんに。ミサ。え？あまり短絡的に考えない方がいい。その件はまだ、つながりも、証拠もないんだ。でも、パパの絵が出てきたんだよ。パパのもの盗んで怯えてたんだよ。ああ、そうかもな。その可能性は否定しないよ。だったら。でも今回はその新一さんが死んだんだ。それに新一さんが盗みを働いていたところで風行さんの件には直結しないよ。でもミサ、少し真面目なことを言うぞ。むやみに人を疑わない方がいい。疑い始めたら何も信じられなくなる。大事な時だってだ。クウ、今日集まっている人たちだってみんなそうだ。それぞれ何かを、誰かを疑って自分を壊してしまっている。できればミサにはそうなってほしくはないな。うん。あれ？でも今やってることって人を疑うことだよね。だから疑うことは俺がやるよ。お前はその結果をして考えればいい。それにむやみに人を疑うのは良くないが、信じるために調べることは間違いじゃないと思う。詭弁だよね。ああ、でもそれいいと思う。サンキュー。じゃあ、そろそろ先に進もうか。オッケー、ついていくよ。スケッチブックは預かってるのに、またひろみさんのところに行くの？
あ、確認したいことがあってね。どうぞ。今度は何かしら。そういえば、ひろみさんはフラワーアレンジメントをされているんですよね。ええ、そうよ。それがどうかしたかしら。ということは、花の扱いには詳しいんですか？まあ、少なくともあなたたちよりは詳しいと思うわね。あの、ご主人の遺体のそばにあったラベンダーの状態、覚えていますか？クウ、ええ、あの花にどこか不自然なところはなかったですか？よく見たわけじゃないから何とも言えないわよ。なんで急に枯れちゃったんだろう。あら、そういえば香りは残っていたわよね。あれは枯れたというより乾燥した感じだった気がするわ。乾燥？ええ、まあどちらにせよ乾燥するのに必要なはずの時間が絶対的に足りないのだけれど。ひろみさん、電子レンジと砂を使って呪いを解く方法はありませんか？クウ、何のこと？砂、電子レンジ。ああ、そういえばドライフラワーを作る簡単な方法にそんなのがあったわね。本当ですか？ねえ、もちろん正式なやり方ではないので私たちは好みませんけど、花をプラスチックか何かの容器に砂と一緒に詰めてレンジで乾燥させる方法よ。時間は、かかる時間はどれくらいですか？そうねえ、2、3分ってところじゃないかしら。ありがとうございました。さあ、ここは孤島になるのだし、昼間は小物を運び込むのに鍵をかけてなかった時間もあったわ。だから誰でも見る機会はあったんじゃないかしら。例のスケッチブックについてなんですが。例のスケッチブック？さっきのスケッチブックのことです。なあ、脅かさないでちょうだい。確認ですが、ひろみさんはスケッチブックに書かれていた美術品のことは知らなかったんですよね。ええ、どこで書いてきたのかそれすらも知らないわよ。じゃあ、あれがこの屋敷から消えた美術品だとしたらどうします？
何よ、どういうこと？主人はずっと呪われていたってこと？じゃあ別の聞き方をします。新一さんは時々大きなお金が入ることはなかったですか？この日付のあたりで。どういうことよ。どうですかね。答えてくれませんか。そりゃ主人は絵描きですもの。絵が、そう、絵が売れたらまとまってお金が入るのは当然よ。日付は一致しますか。偶然よ。そんな、主人はただ呪いの手伝いをさせられたんだわ。きっとそうよ。主人はだから隠されたんだわ。あのスケッチブックに書かれたものを隠す手伝いをしたから。ねえ、そうよね。さあどうでしょうね。どうしたの？クーも怖いの？頭撫でてあげようか？私の部屋に行くの？そうか、ここはミサの部屋か。またナルネのところ？ああ、確認したいことができたんでな。了解。今度はなんだ。私も寝ようと思ってたんだが。ちょっと聞きたいことがありまして。うん。それは仕方ないことだよな。ちなみに気づいていないとは思いますが、この紙はいつからあったんですか？気づいていないからわからないが、夕食前からはあったかもしれないな。それは仕方ないこと。
木戸さん起きてるかな。起きてもらわなければ困る。やっぱり返事がないけど、寝てるんじゃ。うるせえ。寝てんなよ刑事。ったくなんだよ、まだ探偵ごっこしてたのか。ええ、ちょっと気になる点が見つかりまして。っていうか、人が死んでるのに刑事が寝てんじゃねえ。なんだか言葉遣いが厳しいんだが。そりゃそうでしょう。あれは事故だろ。それに眠いんだもん。もんじゃねえ。木戸さん、事故じゃないかもしれないんだよ。何？ね、ミサ、俺から話す。なるほど、さっきのスケッチブックにそんな意味があったか。ええ、あの枯れた花もおそらく新一さんがひろみさんに対する当てつけの意味で枯らしたように書いただけでしょう。なるほどな、言われたい放題だったようだからな。どっかにハゲ口を持っていてもおかしくはないが。なんか引っかかる言い方ですね。ああそうだな、じゃあそのまま言うが、スケッチブックの件が分かったところで、さっきの歌詞のひろみの筆が勘違いだったってだけじゃないか。でも他にも新一さんがパパの美術品を盗んでたんだよ、多分。ああそうだな、不明な金の出所を探れば簡単にそこはボロが出るだろう。それは分かったよ。だけどそれはどちらにせよもう終わったことだよな。なんでお前らがまたうろちょろする理由になる。買いかぶりすぎか。そういえば木戸さん、これなんだかわかりますか。ああなんだこりゃ、ピアノ線か。やっぱりそうですか。ああ間違いないと思うぞ。稀に考察の凶器として使われることがあるからな。考察って首に巻くの？知らないか？時代劇なんかでこうピーッと口で引っ張って針を支点として引っ掛けて吊り上げるやつ。知らないよ、何それ。これだから子供は。
そういえば木戸さん、これなんだか。あ？いや。こ。時代。し。こ。早尾さんは帰ってるかな。わからないが、この部屋は二人ともメガネをしているし、もう一度話を聞いておきたい。総平さんは伊達メガネだけどね。また君たちか。またつまずいたんですか。いいだろう、そんなこと。嫌すぎる。あれ？それは何の瓶ですか？ん？ああ、ビタミン剤だよ。独身のせいか、食生活のバランスが悪くてね。手早くそんなものに頼ってしまっている。他にも栄養剤なんかもあるよ。そうなんですか。見せてもらっていいですか？俺も食生活が乱れていまして。そうなの？ダメだよ、食事は生活の基本なんだから。いや、今はそういうことを言ってるんじゃなくて。でも、ミサちゃんくらいだったらこういうの結構食べてるんじゃないのかい？そうですか？そんなことないですよ。いいもの食べてますから。ありがとうございます。またシャワー入りたいの？いや、そういうわけじゃないが。一緒に入る？痛っ。慎みを持ちなさい。